私はただし43歳望月家の父で普段は海外で仕事をしている。いらっしゃいませ。私には悩みがある。それは我が子が可愛すぎて服を買いすぎてしまうということだ。これください。これもこれもいいですね。はい、合計102万3000円になります。1回で。ありがとうございました。また買いすぎてしまった。限度額いっぱいまで買うとは。しかし問題ない。なぜなら我が子が可愛すぎるからだ。おかえり。ただいま。リクルートスーツだと。女性の柔らかさとスーツの硬さの融合、なんて可愛いんだ。しかも黒縁メガネ、見てるだけで白飯3杯いけるやつだ。高三だ。もう許してくれ。父さんを囚われの身から解放してくれ。しかもプラカード、赤い紐が差し色になっていて知的な雰囲気をブーストさせている。隙がない。熱ー。可愛すぎる、可愛すぎるぞ。しかも黒タイツ、もうダメだ、壊れる。しかし私は父、こんなことにうるたえるわけにはいかん。お父さん、何その紙袋。ああ、お父さん娘たちの服を買ってきたんだ。また？もう前も大量に買ってきてたよね。しかもほとんど着てないし。ああ、自分の服も買いなよ。自分の服なんてお父さんはいらないよ。娘たちがいい服を着て幸せになってくれれば、それがお父さんの幸せだからね。おはよう、お父さん。ん？制服着た。原点にして頂点。しかも水色。制服の中でも最も女の子が可愛く見えると個人的に思う水色の制服。リボンが可愛すぎる。これを拝むためだけに生きているようなもんだ。冷静になれ。男だが私は父だ。父としての威厳を保たねば。おはよう、あかり。学校か？うん、今日は友達と制服でディズニーランドに行くんだ。そうか、気をつけてな。一緒に行きたい。ジジ、また服買ったのか。ああ、リン、おはよう。かわいい。白 T シャツにホットパンツ。いろんなファッションを経て結局最後に帰ってくる約束された場所、それがホットパンツと白 T シャツだ。ジジ、いい加減にしろよ。たかが布に大金出しやがって。そんな金があるならゲームに課金しろ。ああ、ごめんごめん、気をつけるよ。しかも全部ハイブランドだろそれ。ああ、娘に安物の服など着せられない。それがお父さんのプライドだ。どんなんだよ。これってどれが私のやつなの？これがはるかので、これはあかり、これがりんだな。ありがとう、お父さん。うん、早速着てきていい？いいよ、もちろん。あかりはいい子だな。他の二人も着てみないか？めんどくせえな。もうすぐ仕事だし。せっかくボーナス全部使って買ったのに、せっかく海外から帰ってきたのに。わかったわかった、着る着る。無理しなくていいよ。めっちゃ笑顔じゃん。我が子が服を着替えてるのを待つ時間、これほど楽しい時間はないな。着替えたよ。おお、見せてくれ、はるか。どうかな。ヴィーナス、めちゃくちゃ可愛い。涼しげなシースルーのロングスカート、おしゃれなサンダル。耳を澄ませば波の音が聞こえてくるようだ。お、帽子はなかったか？あ、あった。じゃん。はあ、はあ、はあ、可愛すぎる。100億点。落ち着け、ビオフェルミンを飲んで一旦落ち着こう。大丈夫大丈夫、冷静になれ。ただし、いけるいける、ただし似合うよ。ありがとう。お父さん、どうかな。可愛すぎる。ダボダボの金字塔、そのダボダボの隙間にお父さんが入りたい。似合ってるよ。おい、クソジジイ、なんで私のだけメイド服なんだよ。天使だ、可愛すぎる。我が子と握手したい。しかし私は父、我が子の手を握りたいなんて思ってはいけないんだ。冷静になれ。メイドの仕事するときにないと困るだろ。そんな仕事しねえよ。うん、誰だ？お父さんが出てくるから。うん。俺、ケンジですけど、あかりさんいますか？いない。今日の授業は終わり。またしてね。